はい、はじめまして、おはようございます、ふめいです。今回もやっていきます。なんか毎回が違うな。結構種類あるのかなこれ。では始めていきましょう。はい、今回ここですか。ラブコール。砂漠のトカゲたちの出会いです。一緒に音を出すことで互いの気持ちを確認しているのです。始めてみますか。なんかこれすごい苦手だった気がする。いけるかな。あなたはギロちゃんです。メスなのね。はい。尻尾で背中をこすると音が出るよ。ちょっとやってみてね。タッチしたままこする。あ、オスだ。オスのラブコールに応えちゃおう。オスの尻尾と一緒に背中をこすれば OK。 ではよろしくどうぞ。オスのシャカシャカと一緒に背中をこする。あ、読んでたら音楽が聞こえなかった今。もうちょい音を上げた方がいいかな。まあいいか、いけるでしょう。いい感じ。足踏みの後にシャカシャカって覚えておいてね。では本番いきます。これだけなんでしたっけ。まあとりあえず今回はずっとタッチしっぱなしでいいですね。今回はそんなに苦戦はしないかな。どうだろう。あ、ダメか。なんとなく分かってきたような、そうでもないような。怪しいな。トカゲ博士の意見、前半はいい感じ。前半は良かったらしいです。ちょっといい感じ。なるほど。まあ次でいけるでしょう。前半はいい感じ、後半も相性バッチシ、あ、バッチリ。ハイレベルいただきました。ありがとうございます。うん、2回でいけてよかった。みんな元気に育って、早いな。早いぞ。もう子供までできちゃったよ。そういえば、前回のモアイも子供できてましたよね。さて次。ドスン農園。あ、これですね。これを CM で見て、ちょっと気になったわけですよ。野菜の収穫をします。ちょっと荒っぽい方法でやるけど、問題ないのでよろしくです。あ、モグラに注意。モグラいるんでしたっけか。久しぶりだから覚えてないな。うん。農園でお仕事します。どんどん歩くよ。うん。うん。声に合わせてタッチ、うん、ドッスンってなるよ、うん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 、これね、うん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 、
そうそう、うん、いい感じ、うんうん、じゃあ野菜にドッスンをしてみてね。オッケー、よく飛ぶよね、うんうん、じゃあそれを弾いてカゴに入れよう、うんうん、しかしどっかで見たことあるような顔がオッケー、できてます、うんうん、あとモグラもいます。追っ払ってください、うんうん、野菜と同じようにドッスン&あ、うん、あんまり飛ばないからうまくやってみて、うんうんうん、モグラを追っ払ってね。あ、懐かしい、いたな、確かに。オッケー、バッチシ。じゃあ本番よろしくね。あ、このまま行くんでしたっけか。あ、懐かしい。あれ、そろそろモグラですよね。この音楽の変化がね、あら、結構耳に残ってたんですよね。モグラが出てくる直前のあの音楽の変わりっていうんですか。組合長の評価、心のこもったレシーブだ、モグラにも勝った、でも平凡。ふう、いい天気。なんかリズム感つかみづらいな、なんでだろう。よし、パーフェクト。どうです、踏み込みが超ドッスンで心のこもったレシーブだ、モグラにも勝った、ハイレベル。 OK です。豊作。さあ次、カメラマン。あなたはサーキットのカメラマン、白熱のレースシーンをしっかりファインダーに収めよう。行ってみましょう。タイミング合うかな。写真を撮ろう。車が目の前に来た時を狙ってタッチしてね。ここでタッチ。ここでタッチ。やってみよう。オッケー、いい感じ。次は2台来るよ。よしよし。怪しいな。OK、 悪くないね。じゃあこれはどうかな。
うん、今のは自分で遅いのが分かった。オッケー、次で最後だ。早いから気をつけて。なんだっけ。うん、懐かしい。本当に取れてるかこれ。オッケー、じゃあ本番行ってみよう。なんか全然取れてる感じがしなかったんだけど、あの速いやつ絶対来る前にシャッター切ってるよねっていう。うわ、この感覚懐かしい。まあ正直音で反応するんで、障害物目隠しは特に意味はないですけど。あ、遅かった、早かったのか。あ、遅かったのか。ダメ。んー、なんで合わないんだろう。やっぱりちょっと早めに押せばいいのかな。あ、しまった、音を聞き逃した。編集者のチェック、うまく撮れてる。でも平凡、分かってます、結構ミスってたからな。2、おめでとう。なんか合わないよね。なんで合わない？なんで合わないんだろう。うまく取れてるし、人混みでも落ち着いてる。あ、ハイレベル、よかった。とりあえずはハイレベルが取れました。よかった、よかった。優勝、おめでとう。そんじゃま次。ボックスショー、ああ、ありましたね。箱入り娘たちの可憐なショーです。6人で演じる華やかステージでお客さんを楽しませてね。行ってみましょう。ダンスの練習や。タッチでしゃがんで弾いてポーズを決めるぜ。はい、思い出しました。めっちゃ見られてる。じゃあ次。三、四、五。三、四、五。いいね。ほんなら本番行くで。
どうでしょう。メンバーの達成感、いいパフォーマンスだったね。裏も息ぴったりだし、ぶつけ本番にも強い。ハイレベル。まあ、ぶつけ本番ってあれですよね。隣が明るくなって2番目でこっち、なんだっけ、弾く操作をしないといけないあれですね。うまくできました。さあ次リミックス行ってみましょう。リミックス3、いろんなゲームがごちゃ混ぜで登場。今回は和風アレンジをしてます。挑戦するべし。さあ本日のラストトライ、ラストトライって言い方おかしいのかな。押す特訓中、リズムを覚えてね。擦るやつ苦手で、喋ってる余裕が全然ない。あ、嘘。終わりですかね。本当あれ苦手なんでやめてほしい。あ、まだあったか。よし、終わったな。おーし、どうでしょう。謎のリズム組織よりかなり最高です。よし、ハイレベルきた。うん、なんだかんだリミックスは一発で決まりますね。今回の成果、釣り人の夢クラス。うん、和風アレンジで評価を釣りで表現するんですか。移動ボタン出現。押しながら上下に擦ると画面を動かせるよ。そうなんですよね、リズム天国ゴールドの場合ね、これね。さてマスター、一応ご挨拶していきましょう。やあ、コーヒー飲む？そうそう、もうすぐコーラス面でパーフェクトキャンペーンするみたいですよ。ぜひトライしてみてくださいね。応援してます。ではまた。本当パーフェクトキャンペーンの話しかしないな。はいはい、終わりですね。はい、では今回はこれにて終了となります。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。